こんにちは、トバログです。今日は漫画家さんの作業環境を見せてもらうことになりました。ありがとうございます。実はちょっと前にもカバンの中身をブログの方で見せていただいたんですけど、今回はこうやって動画で作業環境を見せていただくことになりました。漫画家のホリプーさんです。はい、ホリプーです。よろしくお願いします。お願いします。なんで漫画家と、ブロガーがこうやって今対話してるのかっていうと、実はホリプーさんがツイッターで前に自分の描いたイラストを、プレゼントするっていう企画をやってたんですね。でそれでうわ欲しいなと思ってリツイートしたら、実際にそうですね、プレゼントして、はい、選んでいただいてっていう。僕はもともとトバログさんのブログ読んでて、そういうガジェットが好きだったで、はい、繋がれるならじゃあ送りつけようみたいな。それで実際にポストカードをいただいて、で、やっぱりこういうなんか発色が独特というか、あんまり見たことのない写真のようなこう色味の、実際イラストを描かれているってことで、どういう風な人が描いてるんだろうとか、どういう持ち物なんだろうみたいな、すごいその時気になって DM させていただいて、でカバンの中身をね、取材させてもらったっていう流れなんです。じゃあ簡単にホリプーさん自己紹介していただいてもいいですか。はいはいはい、一応もう漫画本で出てるものが、ありまして、マチネの終わりにという作品の漫画版を描いてます。それまではずっとデザイナーとか、そういう別のクリエイターをやってて、漫画家に去年なった31歳漫画家です。なんかもともとずっと漫画やってたわけじゃないですもんね。そうです、もうデザインで、しかもパッケージデザインをやってて、ガツンとみかんっていうやつです。そうですね、あそこの会社名一応伏せとこうかな。ガツンとみかんとか出してメーカーの社員をやってたので、もともとパッケージデザインとかをやられてたっていうことで、なんでこう漫画家に転向したのかみたいなところをちょっと聞いてみたいですね。もともとお絵描きが大好きな子だったんで、もう小学生ぐらいも毎日お絵描きしてたんですけど、でだんだんこう進んでいくにつれて美大ってものがあるらしいってなって、でその入る時にデザイン科っていうのと油絵科っていうのと日本画科っていうのはその美術の受験対策の予備校にあったんで、どれがいいって言われて、油絵と日本画違う。デザインって僕全然知らないんですけどって言ったら、イラスト描くとか漫画描くってどれですかって言ったら、じゃあデザイン科に行きなって言われて、そこでデザインっていう単語をバーンってインストールされて、でそのまま美大に入ってもグラフィックデザイナーを目指して広告関係とかパッケージとかそういうのをやろうっていう、だんだんこう気持ちが変わっていったの、自分がどうやって絵で食べていくかっていう時にちょっと現実と照らし合ってたんですけど、それでパッケージデザイナーになれて8年ぐらいやってたんですけど、その傍らでやっぱりお絵描きをやめてなかったんですよ。ずっと家に帰ってから描くとか、ネットに投稿するとかをやってて、でなんとなく夢が変わってったんですけど、最初の漫画家っていう夢にまだ挑戦できるのだろうかっていう気持ちが湧いてきて、でやってみたら編集者の方に見つけてもらって、なんか今こんな本が出せるみたいな。すごいですね。いきなりこう単行本化されるってあんまり聞いたことないんですけど。そうですね、佐渡島さんっていう、宇宙兄弟とかドラゴン桜やってる人なんですけど、その人に初めて会った時にこれの原作小説を渡されて、でその前僕恋愛漫画みたいなのを書いてたんですよ。だから書けんじゃないかって言って、これ読んで書けそうだったらちょっと下書きを持ってきてって言われて、持ってったらやることになった。じゃあそんな感じで、ホリプーさんの作業環境を今日は見せてもらおうと思っています。じゃあホリプーさん、はい、どうも。早速、作業環境を見せてください。はい、いらっしゃいませ。どうぞ。お願いします。自宅のなんか間取りというか、今2人暮らしをしているので、ここはもう僕の完全に部屋で、作業部屋兼布団、寝るときは布団をここに自分で敷いてっていう感じの僕の部屋で、はい、で彼女の部屋隣にあってリビングがあって、スウェル付けで、はい、都内に、はい、住んでます。住んでると、はい、住んでます。で基本的にはもう今は自宅で作業して、はい、結構机の配置が広めというか、いや結構贅沢な広さだと思います、自分でも。でこっちの机とこっちの机でちょっと使い分けをしていて、こっちは本当にこういう
デジタルな感じの作画なんですけど、こっちは結構いろいろ考えたりするのに、あのノートにもう書き殴ったりとかっていうことをする場所です。なんかその使い分ける理由とかってあります？あの僕ラーメンズが好きなんですよ、はい、でラーメンズの小林健太郎さんっていう人が対談番組で、あのこういう複数の仕事をしてたり頭が切り替わらない時どうしたらいいかっていうのをミスターマリックに聞いたらしいんですよ。そしたら机を分けるんですっていう話をしてて、あ、じゃあやってみようと思って、こう古くて使ってなかったようなやつをこう目線が変わるように配置してみた、うん、だからこっちに座ってる時はすごい気分がいいっていう か、 だからカフェに来たみたいな感じですね。すぐ隣に2つの机を使い分けることで、はい、まあ、頭を切り替えて、そうですね、作業とアイデア出しを分けられるという、はい、まあ、両方とも窓に向かって机を置いてる感じですもんね。そうですね、この部屋は結構日当たりがいいのでそれは活かしたいなっていう。で、こっちの机がまたちょっと木じゃなくて雰囲気が違うんですね。こっちが割と本当メインで、うん、デジタル作画ゾーンっていう感じですね、うん、これが液晶タブレットで、これと繋がってるんですけど、はい、でこれは MacBook Pro 16インチで、これもうフルスペックにしてます、はい、まず MacBook から、はい、用途を聞いていきたいんですけど、はい、16インチ MacBook にした理由みたいなのってありますか？僕結構さっきのこっちの机を作ったのと似てるんですけど、はい、場所を変えないと行き詰まっちゃうので、はい、結構同じ機材を別の場所に持ってって作業することがあって、で僕が所属しているあの漫画家のエージェントの会社にこれがもう一台あるんですよ。あ、そうなんですね、はい、だからこれを持っていけば、はい、あの別の場所で書けるっていう、本体が iMac とかあの Mac Pro とかだとそれがしにくいので、なので機動性があるというか持ち運べるものにしました。周辺の作業をするために、まあ、はい、13インチとかではなく16インチっていう感じですか？そうですね、スペック的にも16じゃないと、もう13とあまりメモリが積めなくなってたので、あの前15インチで32ギガとかで書いてたんですけど、はい、それだとたまに線がカクついちゃったりとかして。そうなんですね、うん、やっぱ本当はしっかり大きいやつを使った方がいいんですけど、僕はちょっとこの MacBook にこだわっちゃったので、はい、こいつを最強の 64GB にしようと。漫画を描くってなるとやっぱデジタルで書いてるんですよね。そうですね、まあ、なんかデザイナーの人とか、はい、そういうクリエイティブ職の人ってやっぱ Mac を使うイメージがあるんですけど、はい、なんか Windows じゃない業界的な理由とかってあったりするんですかね？あの昔は Adobe のソフトを Windows で使うっていうのはちょっと難かった時期があって、はい、Apple と仲良しだったんですね。だからあのみんな自然とデザインの現場とか美術系の学生は Apple 製品を使ってたんですけど、うん、だんだん今もう関係なくどちらでも使えるようになってきたからかなと思います。確かにこれはね、あの Wacom の Cintiq Pro 24ってやつで、はい、まあ、iPad の仕組みで使うのと似てるんですけど、はい、こっちの方が画面が大きくて、うん、本当に印刷と同じぐらいのサイズ感で表示できたりとか、あの Adobe も結構使うので、はい、あのこの Clip Studio ってソフトが漫画用なんですけど、はい、Adobe でこう Photoshop とかイラストレーターで作ったものをこっちに持ってきてとかやるために、ちょっと iPad だけだと物足りないので、はい、PC でやってます。なるほど。でも結構ほとんどクリエイティブ用途しかパソコン使わないですね。基本的にまあこれタッチペンというかスタイラスペンで、はい、まあ、手書きもできるワコムのペンタブレットっていうんですか？そうです、ペンタブレットです、うん、を使っている。使ってます。結構漫画家さんとかならではな気がします。そうですね、絵を描く人っていう、うん、これを家に置くのも見ての通り邪魔くさいので。これっていくらぐらいするんですか？これ20万ぐらいします。いや高いですね。 4K とかですか？そうです、これ 4K 映ります。そうか、 4K を外部ディスプレイで映しながら手書きで、まあ、スラスラ、そうですね、なんか遅延なく書くためにはかなりスペックが必要なんです、うん、1枚のそのページを書くのにどのぐらい時間かかるんですか？フルカラーの場合、フルカラー、これは今なんかノートのサムネイルとかなんですけど、うん、あ、そうなんですね。別の漫画のページの中ですね。うわ、すげえ。フルカラーページ、本物の演奏シーンとか、まあ、すごい大変だったんですよ。確かにこれすごいですよね、色、うん、
込むのは結構やっぱ時間かかっちゃうみたいな、観客がいたりとか、ちょっとこう作業が確認したり、下書きしたりとかで分かれるので合計が結構計算しづらいですけど、まあでも1枚何時間かかかりますね、どうしても。こういうページとかだと一番時間がかかるというか大変なのってどういうところなんですか？こういうページはもう背景ですね。背景か。これ主人公がクラシックギターの演奏者で、会場で演奏してるところなんですけど、はい、まあ観客描くのが大変で、観客いないようにしてる構図もいっぱいあります。これ帰宅用のこの付属品なんですけど、なんかブラシのサイズとかをここでコントロールできるんですね。大きく小さくて、ここのだからほとんどこれに割り当ててて、ちなみになんかショートカットを教えてもらってもいいですか？ちょっと僕独特かもしれないですけど、線の色を絵画色に変更っていうものを割り当てしてて、ちょっとわざとはみ出してみますけど、この色を塗ったのを、例えばこれ別にこうやって3色ぐらい塗ってても、はい、じゃあ黄色にしたい時ポチって変えるとか、なんかそういう機能があるんで、それをもうボタン1個に割り当てたりとか、例えばなんか試しに1回肌の色塗って、あ、もうちょっとこの人肌の色褐色だなっていう時に、はい、肌の色を直すのに使ったりして、はい、画像を取り込むボタンをポチッと1個やれば、外から参照する資料とかを、はい、このアートボードの中に取り込むものを入れてたりとか。すごい、はい、そっか。ここでブラシのサイズがこういう変えられたりとか、ブラシサイズ回転とかですよね。絵描いてる時利き手の逆って実は空いてるので、はい、それをこう同時に動かすことで作業が速くなる。例えばじゃあ僕は左利きなんで、左利きで描きたいってなった時はこうやってできます。いいっすね。なるほど。上に iPad が見えるんですけど、はい、iPad はどういう風に使ってるんですか？これ iPad も実は作業で使うことが結構あるんですよ。お絵かきソフトがあって、はい、でこっちは結構持ち歩いて描けるので、本当カフェとかで描いちゃうって感じ。ああ、それもうホリプーさんの色って感じです。こういう何色かちょっと説明できないような色が好きなんです。それペンシルにこうちょっと滑り止めカバーみたいにつけて、はい、持ちやすくして、なんか結構下書きとかこういう1枚イラストを描くんだったら iPad 使っちゃうことが多いですね。なんかこの配置とかも意味があったりします？このスタンド、もともと絵を描くために使ったスタンドなんですけど、はい、まあ、今はこっちをメインにしてるのもあって、ただの目線の高さに画面があるってものなんですけど、たまにこれをグイッと角度変えて、はい、こっちを持ってきてリアルにするとか、はい、これがベースにあるおかげで、はい、ここを結構カスタマイズできるように。 iPad と PC でイラストをまあどちらでも描くっていうことなんですけど、はいはい、なんか使い勝手とかって結構変わったりしないんですか？あ、結構違いますね。こっちの方がなんて言うんでしょうね、細かい、やっぱ大きい分細かい繊細な線を引くために、はい、結構使えるなっていう印象ですね、反応的にも。なるほどなるほど。こっちも反応すごくいいんですけど、ペンがこの細い1種類しかないアップルペンシルなので、こっちは結構種類があるんですね。そのところが握りやすさとか、長時間どうしてもペン握ると腱鞘炎とかペンダコとか気になるので、はい、このペン同じ機能なんですけど使い分けるんです、時間によって、こっちで疲れたなと思ったら、はい、細いのに変えてとか、これは1種類しかないので、はい、まあ、反応が同じソフトなんですけどやっぱ反応が違かったりするんですよね。なんか設定が同期できたりとかってあるんですか？あ、クラウドでデータは同期できます。すげえ。iPad って書く人も増えますね。いや、本当に。だからこれは用意するのすごくお金かかるので、これさえあれば基本もう漫画を描ける。確かにホリプーさん最初は iPad で書いてましたよね、漫画とか、はい、漫画家になるって言ってそれを買い出して、で週刊連載するのにこれの一つも持ってないのか自分みたいな思って買っちゃったんですよね。結果的にはやっぱ大成功、買ってよかったですこれは。もうほとんどでも iPad の人が多くなってきましたね。あ、そうなんですか、ね、へー。こんな大げさに機材組んでる人って趣味なんですよね。こ
これが向いてるとは僕あんまり人にお勧めしないですね。結構このマウスが優秀で、はい、こいつが Bluetooth でパソコンで繋がってるんですけど、はい、ここの切り替えボタンで iPad に繋がるので、あ、それそっか、iPad にペアリングができてるのか。そうなんです。だからここで、まあ僕ここで書いてるときは大体ここで YouTube 見てるんですけど、はい、マウスではなくトラックボールの理由とかありますか？もうこれはレビューをいろいろ YouTube で探して、うん、マウスで手を動かすよりもここで手がこう、これだけで操作できるって結構手が使えなさそうだなっていう純粋に思ってちょっと試しに買ってみたっていう感じなんですけど、買ってみたらこれで良かったっていう思いました。トラックボールって古いこうマウスなんだなって思い込みがあったんですよね。昔の人が使ってるやつだとか勝手に思ったんですけどそんなことなかったです。早くこれにすればよかった。充電用の無接点充電の、はい、そうですね。そうですね、その壁紙。これプルチックの感情の輪ってやつなんですよ。例えば人の感情がどういう種類があるかっていうのが書いてあって、うんざりが嫌悪に変わって強い嫌悪に変わるとか、イライラが怒りに変わって激怒になるとか、はい、これを漫画描くときに今この人はここにあるから、うん、だんだん人と話してこうなってったみたいなのを、はい、分かんなくなるようにもう待ち受けにして。うわーすげえ。漫画とかってイラストだけじゃなくてストーリー性が乗っかってくるから、はい、そうなんですよ。割と感情の動きとか、はい、なんか心理学的なのも必要になってくるんですね。僕がちょっとそこがまだ鍛えられてないので、うん、覚えるまでずっとこれ待ち受けにしようという、はい、はい、エアポーツですね、うん、あの作業中ほとんどこれつけてやってますね。あ、そうなんです。もう音楽聴きながらやることが多いので、うん、僕ビジネス本とか小説を原作に書くことが多いので、はい、それを読み上げ機能を使ってこれで聴いて、はい、とか本一冊書きながら聴いちゃうとか。はい、これは何ですか？漫画の物語とか映画の物語とかで型があるんですね。で三幕構成とかよく有名な言葉であるんですけど、あの物語が始まって主人公がどういう風になって最後どうなっていくかっていうのがある程度決まってて、実はなので自分がキャラクターを作ったらそれにどう当てはまってるかっていうのをこう忘れないようにメモしてあるものをコルクボードに貼ってるっていう。デジタルすごい使うんですけど、うん、手で書いたもの結構忘れにくいのと、目につくとこにやっぱ貼るっていうのはもう、うん、この紙のない空間の中でかなり特別なものなので、最上位の今覚えることみたいなのをここにペッて貼るっていう。なるほど。じゃあさっきの作業環境というか実際に形にしていくところについてはいろいろ触れさせてもらったんですけど、その形にするまでというかアイデアを、はい、脳内で組み立てていく作業をする机の方で、はい、見せていただきたいんですけど、はい、なんかこの木の机すごいおしゃれだなっていう気がして、はい、これはなんかどういうものなんですか？これ安物なんですけど、下はもう IKEA の本当に安いこのポールでやるやつなんですけど、ここにあのホームセンターで同じサイズの木をただ乗せてるだけなんです。これおだから汚いですね木のガジェットっていうか置き物があったので、うん、白い机に置くとちょっと雰囲気合わないかなと思って、うん、このサイズに切ってもらって、はい、ほんと乗せてるだけです。ずれちゃいますそうそう動いちゃいます。この下の部分と天板の元となるとか、はい、IKEA とかでこういうそうです、IKEA でこれもニトリでとかそんな感じです、うん、はい、いいっすね。なんか作業しやすそう、うん、広さ的にはこれは120×60 とかですかね。ここでアイデア出しをして、そうです。基本的には何もない状態から、はい、まあ、アイデアを醸成するっていう感じだと思うんですけど、はい、アイデアを醸成する際によく使う道具みたいなのってあったりしますか？もうあのやっぱスケッチブック、うん、紙とあと結構付箋いっぱい使いますね。いっぱい置いといて、はい、普通のペンなんですけど、これ筆ペンなんですよね。もうだからひたすらもう文字をいっぱいこうやって書いて、ちぎって、並べて、付箋貼って、みたいなやってます。文字なんですね。文字が多いですね。絵を描こうとなったら iPad にもう描いちゃうので、はい、ここは結構頭をまとめるために、ね、ストーリーとかって論理構成がちゃんとしてないと、あの伏線どこ行ったんだろうって。そうなんですよ。キャラクターのことを理解するまで僕時間かかっちゃうタイプなんで、うん、
主人公が何を果たしたいのかみたいなのを、うん、わーって書いて、なこの人何なんだみたいなずっとあの存在しない人のことをずっと考えてるっていう感じですね。次書こうと思って書くやつが、はい、シリコンバレーで起業した人の話なんですけど、はい、その人がどういう風に仲間見つけたり資金調達したり、あと原体験でどういう苦労してたとかを全部今まとめてると思ってたんですね。第1話はこういう風に始まるんじゃないかっていうのをもういろんなパターンで書きまくってます。すげえ。でもし会話劇になったらこの人とこの人頭の中でそれぞれ何を思ってるかみたいなのを書いたりとか、まだこれあんままとまってないですね。自分で書いてるくせにこの人何考えてるか分かんないってことでずっと悩んでたよ。あ、漫画家っていうとてっきりあの締め切りに間に合わないとか、はい、作画が間に合わないとか、なんか背景がめっちゃ大変とか、そういうところにやっぱ目行きがちなんですけど、はい、アイデアベースだから。そうなんです。だから漫画家同士、そのこのキャラクターこの間まで描けたのにこのキャラのこと分かんなくなっちゃったんだよっていう悩みが実は結構大きくて、あ、この辺にもなんかチラチラとガジェットがいくつか映ってるんで。そうですね。これは Wi-Fi ですね、ルーター、うん、ワイマハウスのルーター、外で作業するときに持っていくやつで、うん、あとこれは Kindle おにこうやってアイリングつけて、うん、こうやって外で読書したりするときに片手でこうやって読める、うん、AirPods の古いやつ、古い iPad mini、うん、これはもうほとんど読書使わなくなったら15日マックブックこれはどなたかにお譲りした方がよろしいのでと悩んでるところ。こうやって拝見してると、うん、基本的に Apple 製品で揃えてるじゃないですか。あ、そうですね。やっぱ動機が楽なので、うん、あと一回買ったものの最新機種が出た時にほぼもうクラウドで全部バックアップがされてて、うん、買った瞬間復元できるっていうのがもう最高だなと思って。はい、最初アップルにハマったというか、はい、アップル端末を使い始めたらどういうところからなんですか？最初は iPod ですね、うん、iPod の、 あのいわゆるクラシックってやつですかね、はいはい、いっぱい入るこうホイールがあるやつで、うん、あれで音楽入れられる時にこれはやばいと思って革命だと思ったら、その後 iPhone が出て、はい、3GS ぐらいからずっと使ってますね。割と初期。ちょっと面白いのがやっぱこれなんですけど、はい、これはあのバンダイのフィギュアなんですけど、うん、こういう絵を描く人用のポーズフィギュアなんですね、うん、でこの人がバスケットしてるとして、うん、こうレイアップシュートしてるみたいなやつ、こういう感じだとしたら、はい、こういう構図ってなかなか見つけるの大変じゃないですか、はいはいはい、資料探しても、あと自分で写真撮るのも大変だし、うん、という時にこのキャラクターにポーズさせて、うん、いろんな角度から見れるので手がいっぱいあるし、完全にそういうポージング用の、はい、お絵描き用ですね。男性女性で、男性女性で骨格が違いますもんね。そうですね。ちなみにこれには何が入ってるとか？これはほぼ文房具です。おお。トバログさんも大好きなマルチライナー、はいはいはい、とかあともう本当事務用すごい整理整頓が。でもこれはほとんどあれですよ、レシート整理ですよ。あ結構文房具好きなんですか？好きですね、やっぱり絵を描く道具じゃないものも絵に使ってみたらどうなのかっていう発想で、なんか文房具屋さんで見つけると買っちゃうんですよね。うん、金色のインクが描けるペンとか見つけるとつい買っちゃう。それは無印とかですか？あ、そうです、無印ですね、はい。中とか見せてもらってもいいですか？見せられるところ。見せられる。汚いから。はい、ここは多少。あ、ガジェット。ガジェットの墓場ですね。使ってないガジェットは。使ってないガジェットの墓場。でもなんかコードがやっぱり増えちゃうんですよね。まあ、SSD があったりとか、うん、こういうハブがあったりとかで、うん、もう全然整理されてない。ぶち込んでるだけです。ここは、まあ、いろいろ書類が入ってる中に、まあ、これコピーですね。こういう絵を描くとき用のカラーサインペンみたいなやつですね。そうですね。あとカリグラフィー用のペンとか、こういう描き方ができるみたいな感じで、こういうなんかこういう字を描くのに遊んでいっぱい買っちゃうんですよ。時々じゃあインスピレーションを沸かすために使ったりとか。はい。普通の壁なんですけど、うん、こうなんかホワイトボードっぽくしてるんですよね。そうです、うん、壁紙みたいなサイズの
で、それはどういう時に、どういう風に使うんですか？これもほとんど同じなんですけど、スケッチブックと同じなんですけど、もう自分の中で頭を整理するときに、キャラクター、映画、ビート、なんかこう会話して、その時の頭の中書いて、何を思ってて、次こうなってみたいなのを全部整理したりとかして、で、その間この iPhone でタイマーをポモドーロテクニックってやつですね。25分かかって、5分休憩して、集中力が保たれるやつですね。そうです、はい、これをモフトのついたケースでマグネットで壁に貼っといて、結構使えますか、この壁。この壁は行き詰まった時にですね、立ち上がるのとめちゃくちゃ書くっていうのが、さっきのスケッチブックとかでも、まあ、アイデア出しとかするってことだったんですけど、やっぱりその場所を変えることによってひらめきが変わるみたいなところで、このホワイトボードを活用してると、はいはい、よくいろんなオフィスとかの立ち会議室とか、はい、最近スタンドでやるとかありますけど、やっぱ足を動かしたり体を動かしたりしながらアイデア出すっていうのがいいので、こうね、走ったり自転車漕いだりしてると書けないから、ここでこうなんかうろちろが出ちゃう書くとすごい頭が動くな。なるほど、これは結構でも面白いですね、こんな感じで、はい、堀くんさんの作業環境を見せてもらいました。ありがとうございます。はい、というわけで堀くんさんの作業環境を見せてもらいました。結構漫画とかだと作業部屋っていうとアシスタントが何人もいてっていうイメージだったんですけど、一人で描かれてるところってどういう感じなんだろうって思ってたんですよ、もともと。で、実際に来てみたら、かなり思ったより紙のものが全然なくて積み重なってなかったりとか、基本的にデジタルでやられてるんですよね。そうですね、基本的にデジタルでやってるのも面白いし、なんか作業する机と考える机を完全に分けてるっていうことで、もうそういう使い方もやっぱ面白いなと思いました。例えば僕らブロガーとか YouTuber みたいなタイプの職業ってあんまりこうデスクで考えてっていう感じではないんですけど、やっぱり漫画家さんってその細かい表情とかそういうの全部考えて、実際にその後に手を動かすじゃないですか、そういうアイデアを生むためのなんか工夫みたいなのが部屋の中にいっぱいあって、真似させてもらいたい。ぜひホワイトボードのあたりとかちょっと小さいもの買ってやってみようかなって思いますというわけで今回の動画は終わりにしたいと思います。トワログではこの動画の他にも、カバンの中身とか他の人の作業環境とかも取材してるんで、よかったらチェックしてみてください。それでホリプーさんも、あ、Twitter とか Instagram もぜひ見ていただければ、はい、ネットで漫画描いてますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。というわけで、次の動画でお会いしましょう。トワログでした。